ハローわさぎーにょーです。普段赤リップやからさ、うちリップつけてない時とか体調大丈夫って言われる。今日はお乳のリップを使ってみたいと思います。冬でも使えるピンクのリップを選んできました。マックのいいところはコスパがいいのと、色持ちが最強にいいのと、カラーバリエーションがすごいあります。リップスティックホットゴシップっていう色です。ホットな噂。私の顔は完全にブルーベースなので、こういう青みがかったピンクを選べます。ベースの色がブルーベース、またウィンターの人はコーラル色が似合わないので、オレンジとかサーモンピンクとかが似合わないので、こう青みがかったくすんだ色とかがよく似合います。ので色は私服も全部そういう色で探すようにしてます。では塗っていきましょう。塗れました。どうでしょうか。この色なら冬でも使えるので、で私なんでピンクを選んだかというと、今まで赤しか塗ってこなかったんですけど、なんというか可愛らしくなりたかったんです。ちょっとたまにはピンクでちょっとラブリーな人になりたかったんです。前回なんかロシアンレッドです。こっちも青みがかってる赤で結構深めの、この赤をちょっと混ぜてみようと思います。はい、ちょっと混ぜてみました。ピンクと赤の中間ぐらいのジューシーな色になりました。これちょっと気に入りましたね。ちょっとこれめっちゃ良くない？これめっちゃ良くない？これめっちゃ良くない？これちょっとどうでしょう、気に入っちゃった。映像なのでちょっと色味が変わってる可能性があるんですけど、めっちゃ気に入った。この色最高、すごくいい感じ。これさ、リップ一つ変わるだけでさ、なんかもう最高にテンションが上がるんやけど。でもさ、リップの色ってさ、ほぼ自己満みたいなところがあって、多分さ、ほぼの人が気づかへんわけやん、リップの色が変わったことなんて。でもこんなにさ、ハッピーな気持ちになるんやから、お化粧品って大事やんな。あ、もうとってもラブリーな気持ちになりました。いや、本当にさ、ピンクのものを身につけると、まあ、そういうさ、恋愛運が上がるみたいな、よく言うやん。それってさ、やっぱりさ、その恋愛運が上がるというよりかは、ピンクをつけてることで、こう、なんていうの？自分が女性らしくなってるんじゃないかなって思うんですよ。ピンクつけてるから環境が変わったりとか周りの状況が変わるっていうよりかは、こう自然とピンクを身につけることでこう女性らしく振る舞えたり、こう表情とかも可愛らしい表情にこう自分が変わってるんかなって、ピンクのリップをつけた朝霧には申しております。早く女の子になりたいよ。最後まで見てくれてありがとう。一つお願いがあります。スマホのみんなはここのチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンのみんなはここのチャンネル登録ボタンをクリック。ツイッターをやってるそこの君、朝霧にょーのツイッターもぜひフォローしてみてくれ。そしてコメントグッドボタンをくれると、朝霧にょーは今日もぐっすり眠れるのです。じゃあまたね。